はい、皆さん、こんにちは。ティラメスです。今回はね、アップデートが最近来て、ちょっと環境がね、スペスピが増えたりだとか、X 弱体化、黒洗濯機弱体化とかで、ちょっと環境が変わってきてるので、新環境の、ケレデコどうなのみたいな感じで、ちょっと雑談多めで、ちょっとね、無双していけたらなと思います。では、試合にどうぞ。はい、マッチングいたしました。ムツゴロウのガチエリアと。パワーは2490と。交換は1人で相手振ってやろう。お、ほん。スプスピ多いな。スプスピ結構強いですよね。冒頭でも話してると思うんですけど。強い。今日の動画はちょっと語ろうかな。やばい。下打ちしちゃった。いや、今のはキス。下打ちでちょっと応援すると叩かれる。で、これは下行くんですけど、やれないか。いや、この丸見さうざいな。いや、そこの丸見さうざいわ。フィーボやばすぎ、やばすぎこれ。いけないか。いや、これ、やばくないか、割と。いや、割とやばくね。危ね。このキルで、いいでしょ。これ落としたいけど。ナイスナイス。今のいいっすね。ラグくね。どう削るかな。スプスピ結構強いと思うんですよね。今度動画ワンチャン出すかもしれないけど。いや、スプスピ、マネムさんの回転率やばいし、やばいし、めっちゃ強化入ったしな、ヒト速アップとか。強いわ、スプスピ、普通に。ワンチャン大会とか。大会上位とか対抗戦とかでよく増えそうではある。まだ俺、てかアプデまだ来たばっかだから、大会とかまだ出てる人少ないと思うんですけど、結構増える予想をしてる。いや、これ、いいか。3人やって、ヘイト集めて1人持ってってるから、悪くはないかなって感じ。相手シャッター溜まってる。あとガチの鉄砲やった感じ。黒洗濯機は、全然いない。黒洗濯機マジで数減った。でもめっちゃ弱体が来てたもんな。インク効率悪くなったりとか。でもちょっと暴れすぎだね。右来ないか。いや、やっぱラグじゃね？この人。上にピューンってなったよ。手前いねえ、ローラー。上か。これ、ムツゴ固めになったらケルネコ強えから。これ溜まってる状態だったら、敵弾も処理できるからと。もう大体処理できるからな。でもこれいなそうだから、飛んで味方の援護行こうかな。ムツゴはね、いなそうだったらああやって飛ぶのが大事です。結構これうめえ。気持ちいい。ナイス。いや、あそこ飛んだ判断が良かったね。いないと思ったらね、もう飛ぼうみたいな感じ。その間に抜けられちゃったらあれだけども、来る感じの雰囲気じゃなかったから。味方とか相手の動きに応じて上下結構変えていきたいよね、ムツゴロウは。はい、マッチングしたを、ショッツル講座やっていこうと思います。パワーは2370度。いや、いつもマッチングいたしましたって言ってるんで、
ちょっとまあ人ってやっぱ同じことを聞きすぎるとやっぱ飽きてくると思うので、まあ何か新しいことをね、挑戦していきたいですよね。やれないんかーい。安全靴めっちゃ積んでるやん。ロスペ多いね、やっぱり。おいってかも、この部屋は一人だけど、結構、今動画撮ってるんだけど、今動画ってか、まあ、ガチ回してるからさ。まあ、動画撮って、でもなんか、スブスピ結構当たるから、なんかみんな、注目してるよな。いいね。あ、これ。これ全員やった。シールを手伝わないけど、こういうシールド右今置いたけどさ、気からしたらなんかシールドの方に意識がいくからさ、結構いいよね。自分は打ち合い行ってないけど、これ味方が結構前のライン張ってくれてるから、サポート気味のシールドみたいな感じだね。これ飛べないのか。でもこれボムとかで上げてもらったらいけるよね。一応多分相手のボムだけど。やっていきたいな。いや、これは飛びでいいな。もうカーボン相手倒してる時点でもうこっち引いて塗るだけでいいから。いいね、今の。ちゃんと引けたのは。てか、味方ジャンプ結構、俺するから、どうやってやってるんですかみたいな、結構聞かれるけど、普通にマップ開いて、なんか安全そうな味方に飛んでるだけですね。ジャイロで合わせて。なんかボタンでなんか、とかではない。普通にもう開いた瞬間に、安全そうな味方選んで飛んでるだけ。はい。はい、マッチングいたしました。ガチエリアのムツゴロウと。パワーは2390と。王冠は、1対1か。この部屋多分海外勢多いな、名前的に。朝方今撮ってるんだけど、朝方って結構多いっすよね。海外の人たち。これちょっと最初の試合で言うのがあれだったかもしんないけど、ケルデコをね、今の環境、まあ強いのか弱いかで。乱数やばすぎやろ。いや、あれって完全に運だよね。運っていうか、丸見さって結構乱数ありますよね。今のは多分乱数悪かったよな、普通。なんで後ろにそんなあるんだよ。って話を戻すの。いや、こういうね、復帰した時に、そう、打ち合いこと多いからね、こういう時カムバック強いんだよな。ちょっとガバっても保険というか。カムバ一時期切ってた時期もあったんですけど、ああいうのは強いんだよね。で、まあ話を戻すんですけど、まあ強いか弱いかで言うと、まあまだ強いかな。まあまだ、てか、ケルデコの環境いつくんのか知らんてか、まあ、使ってる人があんまりいないからな、大会とか、対抗戦。まあでも前僕優勝したんで、まあ、まあ、その時と、まあ、その環境が、ま、ケルデコ環境だと、ま、仮にしたとして、まあ、知らんけど、俺がま、勝ってるから、したとして、まあ、その時と比べて別にそんな変わってないっすね。別に弱体化みたいなの来たわけじゃないし。今の味方ジャンプも、とっさに開いてあれはしただけかな。まあ、シールドの耐久値なんか、52と96から、もらうのなんか、スプラッシュシールドの削り 10% なんか多くしましたみたいな、されたけど、96と52がまず環境にいないから、あれだし、10% じゃそんなに変わんないと思う、相手にいても。がそもそもいないし、あと、ケルデコシールド使うけど、なんか普通に貼らないで打ち合うとかも全然あるしな。まあ、だからとも変わってないかな、あんまり。あ、これやれないか。まあ、今後の環境の僕の予想は、多分スブスピが結構入る。てか、これ最初に言ったわ。最初に言ったからもうやめよう、この話は。すいません。
いるんかーい。で、ラピはね、個人的になんかめっちゃ、なんか枠大きくなったから結構注目されてると思うんですけど、今。個人的にそんなに多分変わってないと思う。変わってないっていうか、みんな枠でかすぎみたいな。なんか動画とか上げてる人、ちょっと見るけど、なんか俺、配信でなんかラピの枠検証してる人の見たら、全然変わってないやんみたいな。確かにちょっと変わってるけど、そんななんか、いや、ラピがやばすぎるっていうほどの、あれではないよね。あと、ラピットは個人的に、テレデコで相手してて、スライドで攻撃結構変わってるし、シールド貼れば勝てるからさ、結構。割とケルテコだったら、まあ楽だと思ってるんで、まあ仮にラピが増えたとしても、まあまあって感じっすね、ラピは。まあなんでまあ、ケルテコ視点の今の環境はまあ別に、まあそんな変わんないんじゃないかな。全然知らない話してない。これ割とやばいな。いや、俺に感謝していただきたいね、これは。で、ここさっきやられたから、もう、やりたいけど、もらいたくないな。いや、あのスプスプよく今4人ぐらいにやられてたのによく生存したな。うまいわ。全部入れた。ケルデコインクいらないのみたいな言われるけど、そんなにいらないよね。馬の部分だけ見たらまあ欲しかったけど、基本的に切れないからな。おっほん買って言うこと。まあじゃあ今日の動画はまあこの辺で終わろうかなと。まあ、よかったら、チャンネル登録と高評価を押してくれると、まあね、僕が大変喜ぶのでお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。次回の動画で会いましょう。さよなら。